はい、はい、父さん、父さんね、お父さんの父さん、みおりちゃんいくつですか？私29です。れいちゃんと同い年なんですけど、れいちゃんこの間一足先にみそじになって、まあじゃあ俺の娘でもおかしくないって話ですね、はい、そうですか ねいや若い。いやいやそんなことないですよ。みおりちゃん、はい、みおり、よくみおりって言ってるのかさ、みのりとかっていう人もいない？どっち？あ、間違えられることもあるんですけど、みおです。みおりさんですね。みおりです。はい、結構ね、初めましてをしてから、はい、まだまあ1ヶ月ぐらいですかね。そうですね、1ヶ月ぐらい。ね、それで、まあ、今稽古の終盤に入って稽古場ももうすぐ、稽古場での稽古も終わる。これ今のこの心境みたいなやつはどんな感じなんだ？なんか、うん、数字って少ないですよね。あっという間じゃないですか。日にちをこうなんか1から10までがこう3つか4つあるってだけって考えたら、うん、なんか本当にあっという間だなって思って数字がね、数字が、数字はね、どんどんね、そうなんですよね、過ぎてきますよね。でもなんか皆さんの、うん、まあ、この世界観、お芝居の世界観とか、うん、こう自分もそこにいさせてもらってると、うん、なんか人が愛おしいなっていうか、それはどういう風に、人間愛がすごいなんか大きくなる感じがしてます。ここにずっと稽古場で過ごしてて、はい、人間愛がすごい好き。大きくなっちゃった。大きくなっちゃった。楽しんでます、ね、やっぱりね、人間たちの共同作業だからなのかもわからないし、はい、まあ、物語もあるのかな。そうですね、壮大ですよね、内容というかね。うん、壮大なんですかね。いや、壮大、まあ、壮大っていうか、すさまじい世界がいっぱいありますよね。そうですね。でもなんかこの、うん、ここ今したセットなんですけど、うん、はい、なんかこの切り株と、うん、そのこの板、うん、で本当にあの椅子と机がもう本当ちょっとずつなんですよ、セットっていうと、その空間の中でこんなに広い世界で、そうだね、でこんなにたくさんの人の感情がこう絡み合って、これ表現できてるのすごいなって、ね、はい、思います。まあ、時代も変わったり、まあ、人も変わったり、あとは場所も変わったりね、国も変わったりするのが、なんだろうね、人の動きと言葉だけでこう世界、その場所になるっていうのは、まあ、演劇ならではですよね。いや、すごいなって思います。自分の、ルー、ルーはどうですか、ルーちゃん。ルーちゃんはなんか、最初なんでこんな怒ってんだろうと思ってたんですけど、うん、でもなんかやっていくうちに、なんかこんな分かりやすいいい子いないんじゃないってちょっと思い始めてきてて、どうしてそれは？私今怒ってますみたいな、こんななんか怒るってすごいやっぱりあのエネルギー必要なことじゃないですか、人に対して。で、自分に対してもだし、ルーはもう本当にもうみんなに対してそれをぶつけていくから、そのエネルギーってなんかすごいし、なんかもう愛みたいな。でも怒ってる時はもう愛してるって言ってるようなもんだぞって思ってやってます。そうなんだ。そんな感覚になってきました。そうなんですね。ちょっと待ってね。はい。動きすぎですか？いやいや、大丈夫。